どうも、こんにちは。長浜です。今日はですね、あの、地震とは何か,何かということですね、と、あとは、まあ、フロー、まあ、他にはゾーンとか言われるやつですね、あれは一体何のことかということをの長浜説をお話ししますね。えっ、ー、とですね、まあ、そのためにまず前提としてフローとか、えー、地震とかですね、ゾーンを理解するための前提として知ってほしいのがですね、2つの自分のことですね、2人の自分。まあ、僕は 自動システムとか言ったりしますが、えー、自分の意識と、潜在意識と潜在意識っていうのは二つあるんですよね。潜在意識っていうのは、えー、基本的に理性の部分で、ペチャクチャ喋ってるやつですね。頭の中で、これやらなきゃ、あれやらなきゃって言ってるやつ。で、潜在意識っていうのは、えー、まあ、基本的に言葉を持ってません。言葉を持ってなくて、欲求しか伝えられないやつですね。自分に。例えば、 えー、心の中の自問自答を想像してほしいんですけど、こうだったよな、とこれやんなきゃいけないなと思ったら帰ってきますよね、答えが。でもそれって言葉じゃなくて、感覚、欲求とかして帰ってくると思うんですよね。これが潜在意識ですね。潜在意識はあ言葉を持ってないんですよ。ただ僕たちにはイメージとか感覚とか欲求っていうものを通して意思、えー、を伝えることができますね。で、 まず、えー、フローとかいうものを理解するためには、えー、この潜在意識と潜在意識が2つあるってことが大切なんですよね。で、えー、僕たち潜在意識はですね、えー、潜在意識に命令するのがとても得意なんですよ。潜在意識自体が体の本体だと誤解しているからですね。ただ実際には僕が思うに、えー、本当の本体っていうのは、体の本体っていうのは潜在意識で言葉を持たない、えー、ものが本体なんですよね。 なので、僕たちは体を動かしてないんですよ。ある意味、相乗りしてるような感じですね。潜在意識の体に、え理性として乗り込んで勝手に乗せてもらっているだけですね。なので、えこの本体に向かって、 僕たち相乗りしてるだけの助手席でただ彼を実況してるだけの僕が命令をするとですね彼は運転中にこうパニックになっちゃうんですよあれしろこれしろとかこうしなきゃいけないああしなきゃいけないって言うとパニックになるんですよねでも本当はですよこの潜在意識運転席でハンドルを握っている彼は何をしなきゃいけないかとかすべて知ってるんですよね僕たちがやらなきゃいけないことフローとかゾーンそして自信を持つっていう意味で僕たちがやらなきゃいけないのは彼にすべて任せてしまうってことですね 横でで言言わわなない、い、文句をを彼彼のやるるこことは全てて、受け入れれ、えー、信じるってことです。これが自,信です、ね、自分の自動システム、えー、潜在意識を信じること、えー、潜在意識による命令がなくても、えー、潜在意識が動けるということを信じることが自信ですね。そして、その状態がフローです、えー。流れに任せるとか言いますね。フローは流れとかいうふうに書きますが、英語では。これどういう意味かというと、 自分の欲求の流れに従うってことですねこうしたいとかああしたいという欲求に従うことがフローですこの状態をフローと呼んでますねこれはでもただ僕の長浜説ですねフローの説明とか、まあ、概念をこう僕なりに解釈したものですね僕の体験ともこう整合性が取れるように理解してますでつまりですねフローに入るとか自信を持つってどういうことかっていうと、えー、試合中とかですねあと仕事の本番プレゼンの本番で えー、自分自身を支配しない、コントロールしないということですね、この場ではこうしなきゃいけないって理性が言うんですよね、健、えー、在意識がぺちゃくちゃ喋るんですよ、練習通りに動けとか、でも大切なのはそれをやらないことですね、自信を持つっていうのは、もうそれをしないというふうに覚悟をすること、決意することです。 で、僕も実際自分に命令してたんですよね。こうしなきゃいけない。ああしなきゃいけない。でも、それだとうまくいかないんですよ。逆にパニックにありますね。潜在意識が。で、うまくいかなくなるんですよ。ではなくて、逆にもう,もう命令をしないでみようと思ってやってみたんですよね。そしたら、体って勝手に動くんですよ。これって、経験がない人には理解ができないと思います。で、こう、 フローを体験した人が何て言うかっていうと、自分じゃない誰かが体を操縦していたとか、自分は誰かが動くのを見ていただけだっていうふうに言うんですよね。これ全く僕と同じ感じで、だから僕自動システムって言うんですよ。自動システムっていう,こう潜在意識、勝手に体を動かすシステムがあるので、それを信頼するってことですね。それを信頼することによってフローとかゾーンに到達することができます。 そそもそも潜在意識っていうのはですね、言葉を持ってないだけでものすごい計算能力とか、えー、行動力を持ってるんですよねそれを僕たちの言語に翻訳できないから僕たちは理解できないだけですね潜在意識はだけど本当はすさまじい計算能力とか行動力を持ってるんですよで彼の能力を信頼してあげるってことです、ね、潜在意識が導き出した計算とかそれは欲求として僕たち感じますがそれを受け入れてあげるってことです 自分を,自分をです、ね、潜在意識、言葉で制約していくんじゃなくて、本能のマナーまま、あるがまま、えー、欲求のまま、えー、行動していく。これが、この流れに合わせることがフローですね。でこれが、まあ、自信の正体です。自信を持つどういうことかっていうと、フローを信じるということですね。欲求の流れ、これが全てを解決してくれるっていうふうに信じる。これが、えーまあ、自信ですね。僕の言う自信です。 別の動画でですね、あの、本番では一切考えてはいけないとかいう動画を出してるんですが、これも同じですね、フローに到達するためには言葉が入ってきちゃいけないんですよ。邪魔しちゃうからですね、潜在意識の行動を。なので、えー、試合とか本番で、えー、力を出すためには何も考えない。もう練習はたくさんしたから、えー もうなるようになるってことですね。人事を尽くして天命を待つとかいう言葉もありますし、沖縄だとナンクルナイサーって言うんですよね。それは、えー、何でもないよってことではなくて、大したことないよってことじゃなくて、えー、人事を尽くして天命を待つと同じで、えっ、ー、と、まあ、あ本番ではですね、練習したことを信じきって、もう無心になるってことですね。自分の潜在意識、自動システムが全てを解決してくれるのだと信頼して、いちいち でで運転席ぐぐちゃぐちゃゃ言わないってことですこれが大切ですね。あの本番で力を出すためには。そういえばですけども、箸、あのー、を使ってるときとか、自転車に乗ってるときに、横でぐちゃぐちゃ言われたらどうですかこれはこう、持ち方はこうじゃないよとか、えこう次は右に行かないといけないよとか、あのー、なんかお前こぎ方おかしいよとか、箸の持ち方おかしいよって横で言われたらイライラしてきて、お箸使えなくなりますよね。それと同じなんですよ。 でしかも、お箸使っているときって、別に意識して使ってないですよね、もう無意識にできますよね、つまりですね横でぺちゃくちゃ喋ってって、自動システムを妨害するのではなくて、もうそれに任せてしまうということですね、これが、えー、自信の正体であり、えーまあ、試合でですね自らのポテンシャルを発揮する方法だと僕は信じてますね。 運動でも、あの、お箸の使い方と一緒で、スポーツとか、まあ、ボクシングの試合でも一緒で、いちいちもう意識、あの、ぐちゃぐちゃ言うなってことですね。あの、潜在意識を、に全てを任せてしまえってことです。例えばこれ全てそうですね。あの、例えば仕事のプレゼントか、えー、就活の面接とかですね。全てそう。あと、試験勉強もそうですよ。あの、考えちゃダメです。もう、お体は勝手に動くので、 あのきっと大事な商談とかでも流暢にしゃべれます、ちゃんと練習したのであれば、えー、就活の面接でも本当に練習して本当に自信があるんだったらもう流れに身を任せて、えー、しゃべってしまった方がいいですね、台本通りやろうとしたら逆にうまくいかなくなりますで、まあ、例えばこう本番とかでですねうわやべえ、なんか飛ばしすぎだなとか。 ちょっとぺちゃくちゃ喋りすぎだなって時ありますよね、あのプレゼンとか自分の商談でちょっと喋りすぎだな、ペース速いなって感じる時あると思うんですけど、それも肯定し,、ま、してしまった方がいいですね、別にこのままでいいよって、ペース落とそうとしないでそのまま行こうという感じですね、逆に力みすぎてもボクシングの試合で力みすぎてでもいいんですよね、もうこのまま行ってやろうという感じで、その方が逆に力抜けてきますから。 一方なんかこう、力んじゃいけない力んじゃいけないって雑念を捕まえちゃうと、こう、さっき言った潜在意識自動システムが妨害されちゃうので、うまくいかなくなってしまうんですよ。これは、あの、他人を信用するっていうのも同じですよね。俺お前のこと信用するよって言ったら、その人にいちいち言わないですよね。 あの、経過どうなってるとか、進捗どうとか、いちいち確認しないんですよ。まあ、結構多いですけどね、信用するとか信頼するって言っておいて、こうぐちゃぐちゃ言う人多いんですけど、本当に信頼するとか信用するっていうことは、何も言わないでもう任せてやるってことなんですよね。それと同じです。自分にもすべて任せて何も言わない。これを決意することですね。もう俺は試合中何も言わんから10にやってくれと。欲求の、脇。 上がるままにもう自由に行動してくる。それを肯定すること。これがまあ自信の正体であって、フローの正体だと僕は考えてます。結果とかもそうですね。結果もいちいち自分でコントロールしようとしないってことです。もう受け入れるしかないですね。勝ちも負けも全て自分のやった結果なので受け入れる。その覚悟を決めれば引き寄せられてくると思いますね、結果は。えー、勝つためにこうしなきゃっていう,うに考えるんじゃなくて、自分のこう本の自動システム、潜在意識が え、やった結果はもうすべて受け入れるから自由にやってくれと。そういうふうにこう伝えるだけで、えー、この潜在意識はですね、すごい能力を発揮してくれます。で、まあ、まとめるとですね、この潜在意識ですね、いちいちこう健在意識で言葉によってコントロールしようとしないってこと。これが自信です。もうやることをやったのだから、いちいちそばで口出しするのではなくて、もう、 あなたの好きなようにやってくださいということが、まあ、自信の正体ですね。で、こうやって感情の流れとか欲求の流れに従うこと,流れに従うことがフローです。